どうもこんにちは。本日はよろしくお願いします。今日は翔平ということでですね、勝手に名前をつけております。これ2回目だよ。で、ね、2回目で、相手はね、メイチュンっていうね、役員の YouTuber 向こうさんと一緒にやってる子もいて、僕にドッキリをかけようと思ったらしいんだけど、バッタリここで会っちゃうっていう、ね、これも2回目です。なんかさっき聞いたら、これも2回目です。これも2回目で、僕ちょっと投げなそうなんで、誰かお願いします。午前中、翔平、そう、午前中ね、公式投げまくっちゃって、小学生相手に思いっきり、そう、投げてくれって言われて、バッピで武器になってたやつが何いけるの。そう、なんでちょっと、はい、彼が周りに投げてくれるっぽい。彼は花巻東で野球やってたので、157キロ投げてた。おっと、サワンで、サワンで、どっかで聞いたことあるな。多分ずっと投げてもらえれば勝てる。逆に。ただ取れるキャッチャーいるのって話が。いくつよ。って感じなんで、まあ楽しみながらやっていきましょう。はい、後でやります。はい。ナイスキャッチ、ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。さすが高校の後輩です。じゃあ映画、はい、エンジンやろう、エンジン。はい、ということで僕最終戦です。全然誰も。いやいや、大事です大事です、結構大事です。へえみたいな。あ、そうなんですね。まあ相手若いですよ。一応こっちも若いし、タメス、タメス、あ、俺タメスね、はい、顔的に見えねえんだよ。危ないよ、はい、早くしろよ、時間出たら。やってやりましょう、はい、YouTube 魂です。はい、チャレンジャー、はい、はい、というわけで、本日は翔平ズ対ユベントスさんの試合をお届けします。相手はですね、メイチュンがいらっしゃいます。で、メイチュンの高校の同級生のチームということで、はい、まず翔平ズ先発は田中さんです。いつもね、丁寧なピッチングをされているイメージがありますが、今回はどうでしょうか。さあ、プレイボール。はい、まずはですね、初回、先頭打者四球を与えてしまいました。まあ、尻上がり評価台ですね。はい、お次のバッターはきちんと落ちまして、はい、センター前ヒットで、そのまま一塁ランナーは三塁まで、で、外野はね、抜けてしまいまして、先制点を許してしまいます。そしてお次のバッター、はい、変化球ファール。そして、はい、こちら真ん中のストレートですかね。はい、いいストレートです。そして、はい、こちら両辺無理やり、無理やり感満載ですけど、見逃し三振ということでアウト。ナイスピッチングです。そしてお次のバッター、はい、打ちまして、パケーンと打ったんですけど、さあ、これはセカンドフライとなりまして、アウトとなります。そしてお次、はい、こちらライトに上がりました。ライトはクリッチ、取れるか取れるか、やりました。クリッチさん残念。まあ、暗くてね、照明があったんでちょっと見づらかったかなっていうところがあります。はい、そしてお次、はい、こちら落としてきましたかね。はい、そしてこちらは引っ掛けてピッチャーゴロ、アウトとなりまして、チェンジとなります。そして反撃と行きたい翔平ズ、先頭は江頭です。八王子レックスタリティの江頭くんです。はい、そして、はい、初球打ちましてショートゴロ、アウト。さあ、お次は良平です。はい、こちらナイスボール、これは素晴らしい球です。はい、ストライクとなります。両平打てねーみたいなね、もう構えからもうダメですね。そして、はい、こちら外外れましたが、えぐい球ですよね。両平ちゃん弱気です。そしてお次、変化球、これはなんとか両平くん当てました。そして次の球が、えい、アイト、アイト、もう見逃し三振。良平はね、素直に帰ります。しっかりやりましょうよ、良平さん。そして3番翔平 TV です。さあ、スピードボールね、得意なんでね、初球から打ちたいところ。はい、これストライクとなります。ちょっと高い感じがしましたけどね。で、イメージ的にはもう2回伸びるみたいなイメージですかね。すごいですね。はい、こちら外外れて、
これストライクだそうです。僕的にはちょっとボールかなと思ったんですけどね、ストライクでした。で、2ストライクとなり、はい、こちら一回こう上に上がる変化球ね、もうびっくりしちゃって、はい、ショートゴロ、はい、鈍速な俺はね、はい、アウトです。はい、チェンジとなります。とても速いですね。そして2回も引き続き田中さんがマウンドに上がります。はい、こちら、これはショートゴロかな、セーフとなりまして、内野安打。そしてお次のバッター、パキーンと打って、はい、こちらファーストフライとなります。そしてここでバッターは野球女子メイチュンです。メイチュンチャンネルのリンクを貼っておきます。さあ、メイチュン初球見逃してストライク。はい、そしてちょっとタイミング合わなかったですかね。はい、ここで両兵がやりかします。はい、普段やんねえことやってっからな、ちょっとな。はい、これギリギリのプレース、これはセーフとなります。メイチュンも喜んでおります。両兵は無理ですね。さあ、気を取り直して、メイチュン打った、はい、打ちました、はい、打った、ショートゴロ、これはカスヤが、はい、しっかり決めて、はい、ショートゴロ。そしてお次のバッター、はい、高め変化球ボール、はい、これは外、外れてフォアボールですね。惜しいですね。そして、はい、こちらお次のバッターもフォアボール、連続フォアボールですね。そして次のバッターがサードフライとなりまして、アキラしっかり取ってチェンジ。さあ、早めに反撃したいショーヘイズ、バッターは4番田島さんです。はい、こちら変化球、主審ね、ショーヘイなんでしっかりやりますよ。はい、これ紙一重のファールボール、これはヒット出るんじゃないでしょうか。そしてお次の球はカケーンと、素晴らしいバットの入れ方でライト前ヒットですね。はい、ナイスバッティング。はい、そしてお次のバッター、カスヤくんです。はい、こちら変化球でストライクとなります。いや、本当にいいピッチャーすぎて、もう、はい、真ん中のストレートファールとなります。差し込まれていますね。そしてこちらスライダーで三振となります。ピッチャーがもうナイスピッチすぎてやばいですね。そして6番のクリッチ、まずストライク、さあ打ってほしいクリッチ。はい、こちら振り遅れまくり、はい、盗塁した田島さん、アウトとなります。いや、キャッチャーの方がもうえぐいですね、本当すごい。そして2ストライクで、さあ、はい、こちらまっすぐね、キャッチャーが取ってから振ってます。クリッチ三振となります。はい、本日は以上となります。ぜひともチャンネル登録してまた見てください。あと3段ぐらいね出しますんで、よろしくお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。
まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ショヘ TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。